ただいまから、記者会見を行います。はい、おはようございます。本件におきまして、新たに121例目、そしてから134例目、合わせて14例の新型コロナウイルス感染症の患者が発生しましたので、発表させていただきます。患者の概要につきましては、山陽小野田市が10名、宇部市が3名、山口市が1名となっています。症状は中等症が1名で、それ以外は軽症で、現在、感染症指定医療機関への入院が7名、そして入院調整中が7名というふうになっております。今言いましたが、現在の感染状況でございます。今日14名が増えましたが、そのうち山陽小野田市が10名ということでありまして、ちょっとこの、30名を超えたということで、赤の色になっております。感染が今、急増しているという状況にあります。今日発表する14名のうちですね、4名、中身でありますけど、4名、121例目から124例目がですね、先日発表しました接待を伴う飲食店での利用客です。で、このお店に関係します従業員、また利用客の感染、これは合計で14名に及ぶことになります。また、陽性となりました従業員の接触者の方からも陽性患者、これは125例目から127例目ですけれども、が出ています。詳細につきましては、後ほど経口増進課長の方から説明をさせていただきます。で、今回のこの飲食店のケースですけれども、かなりの規模の感染者集団であります。そしてまた、二次感染の拡大も認められますことから、昨日、厚生労働省の意見も聞いた上で、飲食店におけるクラスターの発生であると判断いたしました。そして、このクラスターがですね、発生をしました今の飲食店、これは山陽小野田市のですね、日の出地域というところにあります、お酒を提供する飲食店が集まっているエリアですけれども、ここのお店にあるということ、それからまた昨日ですね、感染が分かった方は、またこの地域、同じ地域の別のお店を利用しているという情報もあります。この地域でですね、感染が拡大をしていくと、こうした事態はぜひ防いでいかなければいけません。ですので、この度ですね、山陽小野田市、そしてまた地元の猟員組合のご協力もいただいてですね、この山陽小野田市の日の出地域におけますですね、このお酒を提供する飲食店、これが全部で70店ぐらいですね、あります。で、この70店舗のですね、すべての従業員を対象に、一斉に PCR 検査を行うことにします。で、検査の実施につきましては、これですね、早速本日からですね、あさって28日金曜日までですけれども、県の方で臨時の検査場所をですね、設置をいたしまして、短期間で集中して一斉に検査を行いたいと思っています。市や猟員組合の方のご協力もいただいてですね、そのお店の方にお伝えをし、また我々もお店にビラを入れてですね、お知らせをすることにしていますけれども、ぜひですね、この日の出地域の飲食店の従業員の皆さんにおかれましては、こちらのお問い合わせ先にですね、ご連絡をいただいて、PCR 検査を受けていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。そして、県民の皆様に重ねてお願いでございます。感染者や感染の疑いのある方等への誹謗中傷、これは決してあってはなりません。絶対にやめていただきたいと思いますので、重ねてよろしくお願いいたします。一刻も早く感染の拡大を抑え込んで、地域の皆さんの不安を取り除くとともに、飲食店での飲食も楽しんでいただけるようにしていきたいと思いますので、そのためにも迅速な検査を実施をしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。私からは以上です。それではご質問のある方からお願いします。この地域も営業に対して
現状申し上げますと、感染者が起きておりますが、今はその今回、クラスターが発生したところですね、そこでまあ従業員4名、利用客10名ということで、他のエリア、他のお店でですね、このエリアの他のお店で感染が出ているというわけではないんです。ただ、来られたお客さんが、そのエリアのお店を利用したり、あるいはその昨日ですね、感染が分かった方が、この同じエリアの別の店を利用しているという話が、ありますので、もしこの飲食店のあるエリアでですね、感染が広がっているとすれば、これを早く封じ込めなければいけないと思っていますおりますけれども、ただ、そもそもこの地域での感染がどの程度なのかというところを確たるものがありませんので、まずは PCR 検査をですね、このエリアをぐっと広げて行うと、一斉に行うということを行いたいと思います。でここで他に出なければそれはそれで安心ですし、出ればですね、出たでそのからまたそのかその利用客を検査をしてという形でですね、早急に封じ込めをしていきたいと思っております。ですので今の段階でですね、このエリア全体で、休業要請ということは考えておりませんけれども、これは まず検査をしっかりと迅速に行ってからと、その上で判断していきたいと思います。今回従業員の方を対象にですが、利用客の方も検査を希望されたので今すでに分かっているその今回のお店ですね、クラスターのお店についてはお客さんを把握をして、これ全部検査を今行ってきているところです。で他のお店で出ているわけではないのでですね、今そこに正しいお客様にということは考えていませんが、まずはその従業員を検査をして、そこで陽性が出れば当然そこの利用客というのを把握をして、すぐに検査を拡大してやっていくということを行っていきたいと思います。要請を求めるわけではない、原点を求めるわけではないということです。この地域で今、営業がする店は、続くにかかると思うんですけれども、この地域を利用される場合に注意点、県民に対して出かけましたが、お願いします。そうですね、まず、今、この特に小野田の地域で感染者が多く出ておりますし、実際にクラスターの発生が、確認をされたということですね。特にその接待を伴う飲食店の利用の際にはですね、このように感染が出ておりますので、ぜひそれぞれ対策を取って気をつけながらですね、ご利用していただきたいというふうに思います。もちろん日常的な感染拡大防止対策というのを取っていただくということももちろんですけれども、特に飲食という場面においてですね、感染が確認されるということがこのところ続いておりますので、ぜひですね、そこのところは強く意識を持っていただきたい、ご利用していただきたいというふうに思います。小野田の特定地域内ということですけれども、感染者数の広がりに見ると、神戸小野田地域で、6人近く、この自宅状態になっていますけれども、いわゆるその市中へのですね、その地域以外の市中の広がりについては、今どういうふうに見ておられて、直近でどういった対策を取られるかということ。今日も14例ということで出ていますけれども、いずれもこのお店の利用客だったり、これまでに感染している人の濃厚接触者ということになっています。ちょっと人数が多いので、規模だけ見るとですね、驚かれることもあるかもしれませんが、ルートとしては今、終えている中で確認されてきているということです。今の状況で言いますと、感染経路不明な方というのがどんどんですね、いろんなところで出ているという状況ではありませんので、直ちに市中感染というところまではですね、今、判断をしておりません。ではないと思っておりますが、ただ感染者が増えていく中でですね、常にこの市中感染が、起こるということはですね、我々意識して見ていかな物事を見ていかなければいけないと思っておりますので、そういった意識を持ちながら状況はですね、警戒感を持ちながら見ているという状況です。見てるか3、4とかですね、市民の方に対して、例えば自粛要請ですとか、あるいはその県民の方に対して、この地域に対して、不要不急の訪問を控えてほしいとかっていうのを見られる考えというのは。まず今やるべきことはですね、このお店において、多くの感染確認されましたし、この周辺において、感染されている方が利用されているということもですね、伺っていますので、まず状況をしっかりと把握をするということが必要だと思います。これまでのように濃厚接触者の調査だけじゃなくてですね、今回初めてですけども、エリアを広げてですね、そのエリアで一斉に検査をするということを行って、まず迅速に感染しているかどうかの有無をですね、早急に確認をしていく
それをまず第一に行っていく、そして、それで感染が確認されればですね、その次にそれを早く封じ込めるということをですね、やることによって、このエリア全体の速やかな封じ込めを行っていきたいと思います。まあ、これが今取りうる最も最速な道ではないかと思っております。昨日の保健所に関連によると、保健所関連の全数調査を終えた段階で、まとめて調査結果を発表するという話を聞いてたんですけれども、今日発表があったということも、全数調査すべて終えて、この全飲食店関連、直接の利用、お客さんであったり、従業員の方であったりの広がりというのは、もう今後はないということでしょうか。まだ調査途中でございまして、昨日説明しましたように、止まったときにはまた改めて。直接のお店の利用者ではないですけれども、67年目の濃厚接触者で、10歳未満の男の子が2人いるみたいですけれども、無症状というとですけれども、この人たちが、小学生とか、保育園とかいうのかちょっと分かりませんけど、この子の学校とか施設に対する対応みたいなのが見ているものは。出す時の考え方というのは広くお知らせすることによってそのお店を利用した方に名乗り出てもらって感染を確認するということです。ただ今回のお店についてはいつもだいたい利用客というのが、馴染みの方ばかりだということですので、このお店を利用している方が把握をできますので、改めてお知らせをしてですね、呼びかけしなければそのお店を利用していたらわからないという状態ではないということで公表していないということです。情報を出すというのは当然感染拡大を防ぐために必要だということでやるわけですね。一方で守らなければいけない、個人の情報とかお店の情報とかありますけれども、それを守るよりもよりこの感染拡大を防ぐためにその必要性が、公益性が優先するんだというときにそれはできうるものだしうるものだと思いますけれども、今言ったようにそのお店の利用客というのが把握をできていますので、それをあえて出すということのですね、感染拡大を防ぐという意味で出すということの必要性が低いということでそれを行わないということです。毎日の日が122から124例の方は、この飲食店のお客様ということで、1から24、1から24はお客さん。お客さんでございます。調査の中で調べられたと思います。25から127の方は、108例目の方の知人と。また個別 のケースについては後ほど、やらせていただきます。検査の対象などは多めに70点程度ということですけれども、スタッフ数としては当然何名ぐらいになってますか。これはちょっとですね、人数把握をしておりませんのでやってみないとわからないところがあります。仮に1店舗5名ぐらいとすると70だから350とかですね、そういった規模になるのかなと思いますが、その1店舗5名っていうのも感覚的なものなので根拠あるものじゃないので、無料でご使用ですか。朝日新聞の伊藤です。今の PCR 検査の話をもっと詳しくお聞かせいただきたいんですが、検査の主体は保健所がやっているとおりまして、県が行う検査ということです。はい、で相談窓口が、対応小野田市の方になってもらう、そういうことですか。そうですね、これ窓口をそのようにしております。
昨日ですね、まあ、こうした音声検査を行うことについては私藤田市長に電話をしてですね、まあ、この検査についての理解と協力のお願いをしました。これは規模がかなり大きくなりますしですね、もう山陽小野田市の限られた地域でやるものですので、まあ、市の協力もですねいただきながらしっかりと進めていきたいということでご協力をしていただけることになっておりますので、まあ、そうしたことでこのような形で、行うことにしています。この辺は県の保健所がすべて受付から検査まで担うというよりも、まあ、地域に熟知したその市の職員の方にも加わっていくことで迅速に対応したいという狙いがある。そうですね、このエリアのお店のこととか、まあ、これは市の料金組合にもこの地元のですね、料金組合にもご協力いただいておりますけれども、まあ、地元のこともよく精通をしたところにですね、しっかりと一緒にやっていただくことによってですね、迅速に行えるんじゃないかと思っています。ありがとうございます。山口市です。今回その日の出地域で休業要請はされないという話でしたけれども、まあ、お店を開きながらになるのか分かりませんが、まあ、その間に PCR が終わるまでに、まあ、そこで感染が広がってしまうというリスクが可能性としてはあると思うんですけど、地域としてはその辺いかがでしょうか。そうですね、まずこのお店、先ほども言っておりますが、今の時点でですね、複数の店に必ずそのウイルスがあるというふうに見ているわけではありませんが、ただ実際のこのクラスターが起きているお店の利用客で感染されている方も多くいらっしゃいますし、先ほども言いました昨日感染が分かった方もですね、この地域の別のお店を使っているということもありますので、まあ、その可能性があるということで今回早めにですね検査をするということで行うものであります。何度も言いますけれども、まあ、早めにですねこの地域の感染の有無をしっかりと確認をしてですね、感染がもし分かれば速やかに封じ込めするということを行っていきたいというふうに思っております。ですので、まあ、今の段階でですね、まあ、休業要請とかいうことはいたしませんけれども、ただ、まあ、迅速に検査を行いますが、その間はですねお店に、まあ、行かれることについては少し慎重に考えていただく方がいいのかなと思っております。客としてはその慎重にということで、行っては行かないでほしいというところになるんですか。いや、そこまでではないです。まあ、速やかに検査を行ってですね、その結果もまたお知らせをすぐにしようと思いますけれども、まあ、その間ちょっと慎重に考えていただければありがたいと思います。あと迅速に PCR をされていくということですけれども、時期的にはもう今日、明日、明後日、この近日という理解でよろしいでしょうか。そうですね、金曜日までということにしております。ですね、言いましたが、この今日から金曜日までのこの1時から5時までの間に集中して行うことにしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。最後に1点、今回県内で初めてのクラスターということなんですけれども、それに対する知事の説明というのを聞いてください。そうですね、起きたクラスターに対して、まず速やかに、この封じ込めをしていきたいと思っておりますので、今調査にもですね、ご協力を関係の皆さんにもいただいておりますから、利用客の方々へのですね PCR 検査も順調に行えておりますし、まあ、これは速やかに、一刻も早く封じ込みを行っていきたいというふうに思います。そしてまた一般的に、まあ、このケースもそうですけれども、接待を伴う飲食店におけるクラスターというのが全国でもですね起きておりますので、まずお店の方には改めてガイドラインの徹底、まあ、これはですね今回改めて小野田の地域の皆様、飲食店の皆様にもですね合わせてお知らせをしようと思っておりますけれども、まあ、県の方でも取り組み宣言点というのを広げようとしております。まあ、これもそれぞれですねぜひ取り組んでいただきたいと思います。ガイドラインを守ってですねお店を運営していただきたいと思いますし、利用される方々もですねぜひ感染防止に気をつけながらですね飲食を楽しんでいただきたいと思います。1日、まあ、今1回は310件ですね、まあ、フルに回せば1000件ということでしております。まあ、先ほど言いましたように70店舗程度だということで、まあ、5人いれば350人、1店舗あたり10人であれば700人ということですので、まあ、それは能力的には十分対応できると考えています。はい。
やっぱり割合ですけども、今回こうして問い合わせの電話番号を公開されてるんですけども、これあくまでもこう従業員対象の方だと思うんですけども、まあ、70点で地域も限定されてるし、そんなにこう従業の方の入れ替わりも多いっていうのは想定できないんですけども、今回こうして電話番号を公開すると、多分利用者のお客さんの方からこう自分の検査してほしいっていう電話が相当来るんじゃないかなっていうのが想定されるんですけども、これ従業員じゃなくて客で来られた方っていうのは、こっからもちろん、接触者外来の方に話をつないで、正規のこれまでの従来のルートに乗せて検査という流れになるんですかね。まずその感染が疑われることがあればですね、例えばそのクラスターの店を利用している人、まあ、これは我々基本的に把握をしていると思ってますが、まあ、それであればまた別ですけれども、今この調査というのはそのお店具体に感染が出ているわけではないわけですね。出ているということが確認されているわけではない段階ですので、今の段階で利用客の方々の検査ということはですね、今のステップじゃなくて、これをやって従業員に感染確認されれば、そこを利用された方についてはですね、これを広げて検査をしていきたいと思いますので、それは次のステップとしてそれを行っていきたいと考えております。多分その70点地域限定して70点でってなると、こうまだまだこうして電話番号公開しなくてもある程度、もちろんですね、それぞれ料金組合の方からも連絡もしてもらってますし、我々もお店にこうチラシを入れてですね、連絡くださいということをやっています。でまた重ねてこうやってお知らせをしてですね、まあ、いろんな媒体といいますか形でこの実施とですね、連絡をしてぜひ受けてほしいということをお届けしたいと思ってますので、まあ、これ全てではなくて、基本的にはその個別にも連絡しますし、お店にもチラシも入れますしということで、補足していきたいと思います。お店の中にはですね、やっぱり風評被害が心配される方もやっぱり出てきてしまうのかと思うんですが、そのところ企業保障も多分、まあ、今考えていらっしゃらないと思うんですが、そのあたりのお店の対策というか対応はどのようなのか。そうですね、このお店、このエリアの安心安全、安全とかですね、いうことを確保するためにも、これ迅速にやる必要があるだろうと今思っています。まあ、しっかりとですね、このエリア一帯の PCR 検査、従業員の方について一斉に行うことによってですね、感染がなければそれで一つ大きな安心が確認できますし、もしあればそれを速やかに封じ込めを行うことによってですね、それをまあ消していくということ、まあ、これが今急がれることだろうと思っていますので、まあ、これを迅速に行っていきたいと思います。安心です。この検査を受けることは一応任意ということになるでしょうか。何か強制で強制はないですね。もちろん今でも PCR 検査もみんなそうですけど、任意ということになります。受けないと点を公表するというのは、ペナルティーとかそういったものは今そういうことは考えてないです ね。今回の最初のお店は、最初のこのプラスが発生しているお店は、その感染対策としては十分な点数だねというのは、こう市の目からは見受けられますでしょうか。これについて、これまでもレクリもしましたが、マスクを外している時もあったようです。まあ、消毒をしたりと努めているところもあったが、不十分なところもあったのではないかというふうに、これまでもちょっとお話しましたところでございます。他にございませんでしょうか。別件ですが、やっていただきたいことがあります。安倍総理大臣の在任最長についてですが、当日、おととい月曜日だったんですが、知事の会見がなかったもので、改めてなんですけれども、まあ、昨年、通算で最長というタイミングがありまして、またこの度、一度連続でも最長ということで、知事のお気持ちというか、総理への思いというか、お聞かせいただきたいと思います。そうですね、まあ通算約、まあ、今回は30分間の話で、会長がやったということで、まあ、特に今国際情勢も大変混沌としておりますし、まあ、国内もです
変な中で、この国の代表するのはとても大変なことだろうと思います。まあ、これだけ長くですね、この国を先頭に立ってですね、リーダーシップを発揮して、国民の人になっておられることだって、本当にあの経緯を書きたいと思います。まあ、ぜひあの、この国のですね、今回の難局ですけれども、内外においてもですね、続きリーダーシップを発揮していただいて、国民の安心ですとか、あのまあ、当日その県庁のですね、あの玄関、それから県政資料館とその方には去年の11月もあったかと思いますけれども、お祝いの横断幕も掲げられました。あの改めてで恐縮なんですが、横断幕をこう、まあ、県庁して掲げた趣旨について教えていただきたいと思います。そうですね、まあ、これまでもあの総理との在任、まあ、就任だったり、あるいはその在任のですね、達成の時に掲げておりますので、まあ、今回もまた新しいですね、歴代最初の記録に達成されましたので、お祝い込めて帰らせていただきます。県民の皆様と一緒にお祝いをするというそういう趣旨といったの担当からは伺っているんですけど、まあ、そんな思いは知事も持っていらっしゃる。そうですね、山口県選出の国会議員でいらっしゃって、まあ、こうした最初の記録に、ね、立ててありましたので、あの一方でそのこれは賛否両論あるかと思うんですけれども、その政治的中立には抵触しないのかといった意見も、まあ、あるかと思うんですが、そのあたりは知事はどのようにこう整合性を取られているというお考えでしょうか。そうですね、まあ、まあ国の代表としての総理ですので、まあ、政治的な面というよりはやっぱりそういった立場でですね、どうか整合されているということを言われましたいと思います。あのこれまでに県庁にその苦情や基盤、まあ、ご意見ですね、関係含めて何か寄せられていることがあれば教えていただけますか。それは私は把握してない、はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。それではあの県がこちらの半額の宿泊券、プレミアム宿泊券キャンペーンを作っておられますけれども、9月にあの全国に拡大する予定で、先週の会見ではあの全国で発売することはならざるを得ないということです。これはあの一応発表いただいています。本日あの配布させていただきます。あのすでに報道してくださっているところもありますが、それによりますと、あの中国、四国、九州間での発売にされたということですが、それってよろしい。まあ、本日発表します。待ってないですか。はい、それでは以上で終了いたしております。ありがとうございました。